ということで、千葉県九十九里に到着いたしました。どうも、今回の特別ゲスト、ケンタです。よろしくお願いします。お願いします。やっぱこれね、まずね、暖炉ここを見ます、目が行きますよ。俺が来ました、愛車噂の宮島でございます。今からこのキャリアをつける、あ、そうなんです、作業ね、でもこれだってこう穴あるってことは変えれますよね。これ違う違う、あ、見てみ、あのパイプはい、今から、大ちゃん号を下ろすみたいです。そして今回はもう1台パイプが出てきますから、皆さんお楽しみに。今からですね、ついにあの K さんのマシンをガレージから出すんですけど、またこのガレージがかっこいいんですよ。ついに K さんマシン登場です。おお、カメラ切れない。いや、いい、かっこいいっすね、ガレージが。わかるっすね、わかるっす。これタイルですから、ね、もうジャケットもかっけえな。結構傾斜があるから、ね、あ、そうっすね。出すとね、出したね。勝負入れないとダメ。かかんない疑惑。これはちょっとかかんない。スターターあるじゃん。あ、スターターなら多分ジャンプケーブルはないよね、今ケーブルを探しておきますただ見てください、ウォーキングデッドのマジでダリル仕様ですね。やば、マジでダリル超かっこいいですよ。このなんか振り具合も、うん、めちゃくちゃ味があるじゃないですか。基本的なウォーキングデッド感が、はい、めっちゃいい感じ。かっこいいね、こう見るとね、稲妻って。お、欲しくなっちゃいました。いや、これはもう決まってるから決まったんすか。もうね、決まったよ。アメリカ、そう、アメリカ。ハーレー、ハーレーではない、ではない。じゃあ皆さんお待ちください。出そう。コーチジャケット、ケイさんにプレゼントします。M サイズいいっすか。多分、そうだな。M、L もあるんで、もしあれだったら、M で。パンダはちなみに M サイズなんですけど、これが XL。今、いっぱい来たんですからね。ああ、そう。かっこいい。似合う。めっちゃ似合う。
きますか。行きましょう。Baby, you know it. You're losing patience with me, but baby, don't show it. Ooh, isn't this what you wanted? But you're blowing up my phone 'cause I didn't come crying to you. So come on, ask me. いやでも2台で走ってる感じやっぱ圧巻だったね。本当ですか。うん、かっこよかった。企画がね、めちゃくちゃいい音してる。いや、マジで、そうちゃんの、まあ、作ったね、宮島、僕いろいろ見させてもらってますけど、あれ、Q さんの、ね、マフラーやっぱ一番いい音するこだわったからね、盛りましたもんね。めっちゃいい音400のね、あの中央管がね、一番いい音、中央管の直管が一番いい音。あれは吉村もいいけど、吉村もやったね、低温だったから、はいはい、あのマフラーって選んだの？そうちゃんが選んだ。そうそうそう、結構ね、いい音なんですよ。車検は止まらない。あ、じゃあ車検の時は霊界を重かった。あ、そうなんですね。いや、あれいいよ、仕事めちゃくちゃ楽しいです。ちょっと乗らせてもらったじゃないですか、俺。あ、めっちゃ楽しかった。音がいいし、ね、あの、どうやらね、僕たち海でね、ノーヘル撮影するのが好きみたいな。でも気持ちいい。もっとね、チャンネル登録者数がガーンと増えたら、あの、アメリカはもうサングラスだけしてればいいアメリカしてるそうですか。大事なスタイルでアメリカで、ロケしたい。いいねー。裸で行きますから。皆さんもこの動画1人100回スタイル1人100回。いやでも見てほしいですね、マジで。いやでも本当に良かったですね。稲妻が今回なんか、あの、砂浜走ってるっていうのも、TW、うん、まあ、はね、まあ、割とオープニングとかでも使ってるし、うん、あるんですけど、稲妻が走ってるのなかなか見ないんで、これはすごい良かったなと思って、絵的にもかっこいいし。さあ、まあ、ということで、じゃあ今走行動画終わりました。じゃあこの次は何するんですか。これからです。夜の、夜ご飯の夜の部がある。はい、今日は僕が前のビールサーバーも、業務用のビールサーバー、やばい。それは夜の分で詳しくね。あの、美味しいビールとは何かね。いいなぁ、楽しみ。次回も見逃せない回、間違いない。でもライブ配信もやりながら、あ、ベロベロでライブ配信やってる。ライブ配信にアーカイブ上がってなかったら何かが起きたと思う。事件そう、うん、アーカイブ上がってなかったらなんかあいつやべえこと言ったんだな。じゃあ、とりあえず、じゃあ今から買い出しをして夜の部に行くってことですね。そうですね。はい、じゃあ行きますか。じゃあここ閉めていいですね。いいすよ。ここで一回、はい、閉めてもいいですね。ということで皆さん、本日9時の9時から前編をお送りいたしまして
光栄です。とりあえずバイ。じゃあ引き続き検査お願いします。バイ。さあもう涙が出てきた。はい、ということで今調理をしています。ジャジャラジャジャラ、なんかいいっすね、メンズだけで料理する。あ、俺は女の子だから内容ライブ配信だからずっともうだからさライブ配信もさあ、皆さん今何を作ってるか分かりますか。これは難しいっすよ。やばい。いやもう見ればわかる。やばいよ。何やってた。その元があるから。何とかの元が。あれコンビニ行かないの。何とかの元が。この大きさがちょうどいいんだね。そうです。ちっちゃくなるらしいっす。マジででかいっす。入らないか。第一ファンの皆様、ホラーで料理しますよ。ただ根菜を切ってないですよ。ただただ僕は根菜を切り刻んでるやつです。ほら、そしてソーチファンの皆さん見てください。肉焼いてますよ。ええ。お待たせ。気安く使ったな。この部分。まったく。ゲンさんファンの皆様、お待たせしました。グラス洗ってますよ。いいっすよ。こんな感じでね、料理中も男しかいません。料理中も楽しくやってます。楽しいですね、こういうバー。ね、本当にね、バーカウンターになってて、本当にここにカウンターの椅子もあって、すごくおしゃれなんですよ。超楽しいですね。何用途？これはあの使えるようだったら使おう。使えるようだったら使おう。あのね、でかいますから、これ。他の意味だ。どっち？タチさん、どっち？タチさん、うまそうです。これで圧力で煮込むみたいです。さあ何ができるのでしょうか。それがミュージックだよ。ちょっとめちゃくちゃ気持ちかった。やばい。ここ最高。こんな声出したね。そうですよね。この今だけのニューシングルですからね。皆さんあの録音していただいて。すごいね。BBC 生歌を歌うと最高。今だけのニューシングル。あれ？すげえ思ったのに。
やばくないですか今の入り。でも最高だった。最高でしょ。最高だ。英語じゃないですから。超合ってたもん。全然英語じゃないから。くじふくりだったもんね。くじふくりだった。くじふくりだった。